皆さん、ご苦労様です。ありがとうございます。本当にお寒い中、本当に、皆さんの温かい一人一人の顔、本当にありがたいです。いよいよ、決戦の戦いの日が参りました。4年間という長い期間ではありましたが、戸沢村を元気にしたい、戸沢村のにぎわいを作りたい、この情熱の心と信念は揺るぐことがありませんでした。この間、村内各地で多くの方々と村づくりについて語り合いをさせていただきました。この村を元気にして、なんとか若者の働く場所を作っていく、そんな多くの意見をいただきました。村を元気にしていく、観光を柱に100万人のにぎわいを作るんだということを大きな声で言わせていただいております。戸沢村には日本一の水上観光、最上川舟下りがあります。最上川舟下りを起点にしていろんなコラボができると思います。多くの方々がにぎわいを求めてこの村を訪れてくれます。ポンポ館周辺のグランピング、キャンプのできる施設を作ってほしい、子どもたちの泊まれるコテージ、いろんなものをにぎわい作りの戦略として掲げながら、多くの方々がにぎわうこの村にしたいです。観光の大きなコンセプトは、女性と子どもたちが訪れたいナンバーワンの村を作っていきます。多くの子どもの声、女性の方々のにぎわう声、聞こえてくるようですよね。そんな村にしていきたいと思います。この村の若者たちの働く場所、村民の働く場所をなんとか作ってほしい、多くの雇用をいただいております。地元でたくさんの雇用を生んでくださっている地元の企業を、きっちりと下支えをして多くの雇用を村の中に作っていく、そして企業には稼いでいただいて、その稼いだ税金を村がいただく、そしてまた行政の方からもっと支援を、多くの支援をしていく、そういう経済の循環をこの村の中に作っていきます。戸沢村の企業を支えていく戸沢方式の経済連邦プランを形にしていきたいと思います。また働く場所を増やす、企業誘致は夢物語ではありません。この村で40年以上会社の経営に携わらせてもらった経験、経済人としての経験を生かし、何が企業誘致に必要なのか、すべての企業に対して、企業誘致に対してのノウハウは自分の経験の中でしっかりと持っています。必ず企業誘致を実現していく、そのことがこの村の大きな元気づくりにつながっていきます。働く現役世代をしっかりと支えていきます。
少子高齢化といわれるこの時代、働く現役世代の方々にもっともっと頑張ってもらえる政策を、これを支援していくということが何よりも大切だと思ってます。子育ての支援をしっかりとしていきます。学校給食の無償化、また入学時にとても大変な金がかかるんですよというご相談も多くいただいています。しっかりと支援をしていきたいと思います。働くには体が資本です。健康診断で体のオプション検査をします。そういうふうな検診にも助成をしていくことによって元気で働いてもらえる現役の世代の方々を支援していく仕組みを作っていきたいと思います。高齢者の方々、交通弱者と言われる方々にはデマンドバスの新庄延伸ということを強く言わせていただいております。村としての必須課題だというふうに思っています。多くの課題を、多くの夢を実現するために、子どもたちにツケを残さない財源の大きな基盤を築いていく必要があります。私は自分自身、身を削れる政治家でありたい、一つの信念を持っています。この村の大きな財源のために、子どもたちにツケを残さないために、村長の退職金制度を廃止していく、そういうことを強く言わせていただいております。身を切れる政治家である、そこから村民の皆さんとの新しい対話が始まると信じております。多くのご意見をいただきながら、しっかりとこの村の新しい時代を作っていきたいんです。美しい村、素晴らしい村、そんな村は初めからないのだと思います。でもこの村で生きている我々が元気な姿を、たしくましく生きている姿を誇りを持って見せていくことによって、他から見るとその村は元気な村に見える、素晴らしい村に見えるのではないかと思います。地域を元気にしたい、決して輝きをやめない戸沢村を作っていきます。今回の選挙は新しい時代への挑戦だと思っています。高速交通網が整備されています。庄内地方と最上地方の文化を戸沢村が要となって新しい時代を作っていく、そういうふうな時代になってます。どうか新しい時代を皆さんの力で一緒に作っていこうではありませんか。この戸沢村を諦めない、この新庄最上を諦めない、そんな大人の背中、しっかりと地域の子どもたちに見せていこうではありませんか。私は62年間この戸沢村で生かされてきました。この村に生まれ育ったことを、これからも胸を張って誇りにしたいと思います。皆さんと一緒になって、皆さんの一票一票の力で新しい時代、新時代の戸沢村を作っていこうではありませんか。しっかりと頑張る5日間の選挙戦にしたいと思います。今後ともより一層のご支援をお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。